アーティスト、音楽プロデューサー、江崎マサルマンジと江崎マサルが死去、新型コロナウイルス陽性確認後、自宅療養中に急変アーティスト、音楽プロデューサーの江崎マサルマンジと江崎マサルが8月31日夕刻に亡くなった。江崎マサルの訃報は、極光工業有限会社の江崎マサルマンジ公式サイトと自身がプロデューサーである所属アーティスト、HYCYH、 ハイパーヨーヨーの公式サイトから発表された。江崎まは1990年初頭、ネズジン8主演、後都市株式会社、渡辺美奈大主演、0 52ゲームを加藤英治として俳優業を行った後、音楽活動を開始し、博士太郎プロデュースの元ロックバンド、ストロボ・ローディーズを結成。後住友のりプロデュース、ビート文豪、諸女作集話が愛しのロミ編でソロデビューし、 AKB48、小田裕二、日本濡レキテル連合など、数多くの新何が曲提供しつつ、舞台音楽やゲーム音楽、CM 作家としても活動してきた。自身の所属会社アーティスト HY、HYCCYH、ハイパーヨーヨーのプロデュースを2005年から担当し、8月18日には15周年記念アルバムとなる、15周年漂流資料リリース。最後の制作画曲は、 8月25日リリースの HYCCYH、ハイパーヨーヨーによる竹原ピストル、石ころみたいに一人ぼっちで、命の底から駆け抜けるんだのカバー。また、最後のメディア出演は、8月24日 TBS ラジオ、アフターロジャンクションにて、ライムスターうだまるとの電話対談となった。公式サイトによれば、プロデューサーを務める HYCCYH、ハイパーヨーヨーのメンバー、 YUKARIN の新型コロナウイルス陽性が確認された後から自粛隔離として自宅待機をし、その時点での検査は陰性だったものの、8月24日にメンバー CHANCHALA の陽性が確認された後、2回目の検査を受けて陽性が確認された。保健所の指示のもと、軽症であったことから本人の希望により自宅療養していたものの容体が急変。なお、 新型コロナワクチンは未接種だったという。